それっぽいようなものはないですけど、結構ね歴史を感じるような、すごい栄えてたってことですよね。でもこれなんだ、これ中島遊郭もその玉島の遊郭もで川の真ん中にそのあるっていう形なんですかね。はい、今回の舞台は岡山の笠岡伏越ですね。昔ね、この伏越のところには遊郭があったようです。というわけで今回その痕跡を見ていこうということで行ってみました。それでは始まります。というわけでスピーチューブ始まります。今日はね、港に来てます。伏越かな、伏越港ですかね。ここからねみんなバーって行くんですけど、まあその千鳥の、お笑い芸人千鳥のその北木島に行く場合とか、その海水浴とかですごい有名な白石島とか、そういうので皆さんここで使うんですけど、この港の付近に昔その遊郭があったということです。その遊郭っていうのは、まあ若い人とかは多分もしかしたらわからないかもしれないんで、それに対して関しては、まあ、ウィキペディアとか見てもらいたいなと思います。はい、まあね、今回大体その歴史的な観点からその見ていこうかなっていうことで今回ちょっとやっていこうかなと思います。ここでね気になったのが、遊郭の周辺には必ずと言っていいほど、神社大社が存在するなということです。調べた結果ですね、生活が苦しい巫女さんが参拝客に春を打てたという説があります。というわけでね、神社と遊郭はワンセットになってると思いますね。はい、飛田新地もあの神社があったり、お祭りのね巫女が通ったりとか、そういう、行事があったりするので関係はしてると思います。途方もなく、街を歩いてみましたが、結構ね、なんか昔からのね、なんかそういう石碑的なものを見かけたりとか、結構ね、井戸水を汲み上げるポンプとかもありました。
それっぽいようなものはないですけど、結構ね歴史を感じるような雰囲気がしますね。これ神社みたいですよ。これ登ってみましょうかね。くっそ、出て出て出て、急だな。まあこれですよね、笠岡号がこの辺がすごい栄えてたってことですよね。なんかね、答えが見つかればいいんですけど、それのような感じはしないですね。ただこの周囲が昔すごい栄えてたってことは、あの情報として入ってますけど、これなんだ、これなんか変な形ですね。松尾芭蕉、うわ気持ち悪い、これほんと昔からあった、あるということですね。この一体お墓だらけなんですよ。はい、というわけで、戻ってきたんですけど、まあね、このちょっと上から見てね、わかるんですけど、やっぱりその中島遊郭もその玉島の遊郭も全部その川の真ん中にそのあるっていう形なんですかね。でこの笠岡のあった遊郭もそのどうか川の中の中洲にあるような形の家が結構あるんですよね。やっぱそういうとこにあったのかもしれないしっていうことで、まだ正確な情報はちょっと分かんないんですけど、お疲れ様でした。というわけで、まあその徹底的なね、あったという証拠はないんですけど、そのもう昔からそのここは栄えてて、結構ね、江戸時代とか明治時代とかにのものなんじゃないのかっていうようなね、ものも出てきたんで、まあ結構ね、ここは昔に栄えてたということですね。それぐらいしかちょっと今はね、わからないのと、まあその中島遊郭とか、その、まあ遊郭特有のその地形というか、川の中洲があって、その中にその上に何かあったんじゃないかっていうような雰囲気の場所はありましたね。はい。というわけで、またね、その笠岡に来て、またちょいちょい、アップしようかなと思います。はい。というわけで、今日はこんな感じでした。まあね、結構ね、遊郭というか、その仏閣、神社とかそういうのあったんで、そういうのが好きな方はぜひ行ってみて、その、笠岡のね、歴史をね、ちょっといろいろ見てみて、楽しんでみるのもありかなと思います。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、
未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。